アカシア紅白は2016年から NHK 総合テレビで放送されている音楽特別番組である。司会を務めるアカシアさんまの冠番組。正式な番組タイトルは第回アカシア紅白。NHK 発アカシアさんま司会館番組。フォーク、歌謡曲からアイドルまで音楽通だと話すさんまが自分なりの紅白歌合戦を開催。 サンマが好きなアーティスト、聴きたい歌、会いたい話題の人を紹介、歌とトークで盛り上がる。番組の最後にはサンマが総評し、勝敗を決定する。これまでの勝敗は、くれない4章、白4章。なお、画面右上にタイトルロゴと、その回の数字、ロゴの下に小さく、サンマ NHK と記載されている。スタジオセットは、サンマのマンマに似ており、 リビング風のセットに出演アーティストが集結。トークパートは出番前のアーティストが最前列にある、ソファーでサンマとトーク。出番待ちのアーティストは、後列で待機、サンマに随時話題を振られる、サンマのまんま、踊る。サンマ御殿、サンマのお笑い工場委員会でのサンマと芸能人の、ひな壇トークを組み合わせた形式。出演アーティストが、歌唱時は、 セットの右側のスペースで歌唱、歌唱中は左下にワイプでサンマを映したカメラ映像が合わせて映される。2016年11月24日放送の第1回収録により、サンマは2016年の第67回 NHK 紅白歌合戦に応援ゲストとして出演濃厚と報じられるが、11月12日、自身が出演する MBS ラジオ、 ヤングタウンでマスコミが紅白の紅化って書いてたんですけども司会なんてするわけもないしオーストラリアも行かれへんし俺は紅白やらないからねと名言もしやるとしたら来年か再来年かスタッフが被ってるからなと2017年以降の紅白歌合戦出演については完全否定しなかったまた当番組第1回放送当日 二千十六年十一月二十四日の放送時間前に第六十七回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手が発表。本番組出演アーティスト、生き物係が赤組で九年連続出場、欅坂フォーケヤシックスが赤組で初出場。ピコ太郎は企画枠で出演した。第一回放送から半年後、二千十七年六月10日0時十五分三時に、 1> 第1回、アカシア紅白。拡大版として、初回放送で、放送時間の都合でカットしたトーク部分を加え、第2回、アカシア紅白。宣伝スポットと告知テロップを随時挿入し、再放送を行った。ピコ太郎らが、第67回 NHK 紅白化合戦に、出演時の様子は VTR、生き物係がかりが、活動休止となっていることはナレーションで、 初回放送時と再放送時で異なる部分を追加して放送。ただし拡大版は第1回のみであり、第2回以降は放送されていない。2017年6月26日、上記拡大版を第2弾、第2回、アカシア紅白、放送。以降、およそ半期に一度、シリーズ放送が慣例化する。第2回の放送から半年後、 第68回 NHK 紅白歌合戦の放送を2週間前となる2017年12月18日に第3弾、第3回、アカシア紅白放送。第3回の放送から間隔を空けず2018年4月30日、第4弾、第4回、アカシア紅白が放送、過去最長となる83分で構成。第4弾から8ヶ月後。 第69回 NHK 紅白歌合戦放送9日前となる2018年12月22日に第5弾第5回アカシア紅白が放送第5弾から半年後2019年6月15日に第6弾第6回アカシア紅白が放送第6弾から半年後第70回 NHK 紅白歌合戦放送日が 迫る2019年12月に放送の第7弾第7回アカシア紅白が10月23日に渋谷 NHK ホールで収録紅白放送10日全12月21日に放送第1回に登場した生き物がかりトリトルグリーモンスターが2度目の出演 第7回から半年後2020年6月22日に新型コロナウイルスの影響により初の特別編を放送。各ジャンルの対象をサンマ自身が決定。最終的、アカシア紅白。対象は小林幸子が受賞。上記の特別編放送から半年後2020年12月19日に第8弾、第8回アカシア紅白。 が放送された。第1回出演の欅坂キザカ46は今回、出演前10月に桜坂46に改名。本番組3組目となる2度目の出演を果たした。第8弾から半年後、2021年7月10日に、第9弾、第9回、アカシア紅白が放送された。ありがとうございます。